これからですね、今すでに新築の住宅ではその煙感知器をつけなければなりませんけども、既存の住宅ですね、すでにできているお家は、23年の5月までに煙感知器等をつけなければなりません。そのつけ方、場所についてはお近くの消防署に問い合わせていただくと詳しく教えてくれます。いち早くですね、煙は上の方に上りますから、階段室、それから寝室等の天井とか高いところの壁につけて、いち早く寝ている人、お家の人をベルで起こして、ベルまたはブザーで起こして、早く逃げ、そして早く通報するための警報ですね、それを鳴らします。煙はまず上に上がりますね。それから天井部分から横に行きますが、横に行けなくなると今度下に下がってきます。最初のうちは下に中性帯といって、クリアなエアが残ってますので、できるだけ姿勢を低くして、それから壁伝いを慌てないで、できるだけ急いで、逃げることが、助かるコツだと思います。経済的な部分とかいろいろな諸事情がございますけども、できる範囲からどんどん煙または熱感知器を取り付けていっていただきたいと思います。そして、一人でも多くの煙、それから火事による犠牲者を少なくしていきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。